半いつも使ってるから起き上がった時にめっちゃこう背筋グッと伸ばすようにして股関節をこうはめるというかはめるようなイメージで起き上がってみよう。いいですか、うん、そこでキープしてローリングしてください。ポッシュと全然できなかったけどとかウエイトのところもどんどん可動域を大きくしてね大きくしてねって言ったら自然と自分の中で大きくできるようになってきたりっていう体の変化が確実に起きてます。なのでその変化が起きてるってことは筋力も伴ってきてるしスピードも伴ってきてると思うんでそれをいかに自分で競技の中に落とし込むかそこがすごく重要なのでトレーニングで終わりにしないことです。